え、今これ始めたくなっちゃったの、うん、あ、そうだ、本題に入る前の日もポピボール1個壊れただからこれもう1年半くらい使ったんだよね。めちゃめちゃ使ったよね。これ音鳴る方のポピボールって呼んでるんですけど、もう1個目の方音鳴んなくなっちゃって、でもあのうるさくなくていいかなと思って買ったんですけど、もうここのもうアイアがね、もうパコって割れちゃったね。そう、引っ張るおもちゃじゃないのに引っ張るから避けちゃったね。こんにちは、ライチャンネルです。今日はこちらのあれを紹介していきたいと思います。これは何かというとショートリードっていうやつなんですけど、ドッグランとかでこう捕まえられないんだよね、うん。うるさい。ライちゃん、ライちゃんあんまこうやんない。ライちゃんタコにしよう、タコ。タコにしよう。ライちゃんタコ、タコ、タコちょうだい。タコ、タコちゃんにしよう、タコ。タコにしよう。なんでこっちがいいの？ちょちょちょ。タコちょうだい。こちらはショートリードというものでドッグランで使うやつですっていう話をしました。ライは噛みついたりとかそういうのはしないんですけど、なんかワンワン吠えちゃう時があって、かまってほしい時で、いざ来るとすごいビビって逃げるんですけど、その相手がねかまってくれるまでワン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 吠えちゃう時があって、落ち着かせる時にこう捕まえたいけどハーネスだと捕まえられなくて、背丈も小さいしね、速いし、そうそう、こうやって捕まりたくないから逃げちゃうし、ケツ丸めて逃げるよね。こうやってケツ丸めてだからそう、これをね私の母が作ってくれました。でこちらなんですけど、なんかマクラメっていうロープ、細いロープ、あのマクラメタペストリーとかってよくあるんですけど、まあ写真載せておきます。こういうやつなんですけど、それを使ってショートリードを作ってもらいました。で、マクラメっていうのはなんか椅子に使ったり赤ちゃんのベッドとかに使ったりするくらい結構丈夫なもので、1本でこうやって思い切り引っ張ってももううんともすんともしないくらいすごい強いやつなので、だからドッグラン用のショートリードをマクラメで作ってもらいました。で今私伝授してもらって私も作り方知ってるんですけど、それパラコードで作れるの？パラコードでも作れる。でもなんか私 の, あのお母さん曰く、うん、あのリードだとさ、こう人間が持ってるからさ当たらないじゃん体に、うん、だけどドッグランとかでこうやってつけてるとさ、うん、走る時に体に当たるじゃん、うん、でパラコードより気持ちいいかなっていう、その優しいかなっていう、それコットン、うん、なんか柔らかいんだよね。ギチギチの硬いロープじゃなくて柔らかい。じゃあ走っててお腹にでんでん太鼓なっても、あ、そう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 、まだ痛くない。そうそうそう。でもなんか実際ね、なんでこれを作ろうと思ったのかっていうと、そうパラコードでつけてる子がいたの。パラコードのショートリードをつけてる子がいて、はい、あれいいなと思って、だけど体に当たること考えたらなんかさ、リードだったらさパラコードのがさ丈夫だと思うし、だからうちはもうリードは私が作ったパラコードのリードを使ってるんですけど、このショートリードはなんか直接ワンちゃんの体に当たるものだから、ちょっとや優しい素材というかのものを使うことにしました。これあると本当全然違うよね。うん、すぐ捕獲できる。そう、ただなんかちょっとこれ大丈夫かなっていうポイントが、すっごい激しい子がいてロープとかが好きな子がいた場合噛まれないかなっていう、これおもちゃで逃げるから。そう、 そう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 。だけど実際そうやって使ってる子もいたから、うん、まあそのドッグランにいる子たちの性格というか、ちょっとまあ様子見でこういうのが好きそうな子がいなかったらつけるみたいな、 100% これつけないとっていうわけじゃないから、ただ自分たちがちょっと捕まえやすいようにこれあった方がいいなと思って買いましたじゃない、もらいました。ライの友達もみんなお揃いで持ってるんだよね、うん、そう結構人気。
今眠たくなって顔がいっちゃってる。チパチパタイム。チパチパタイムになっちゃった。ということで今日の動画は終わりたいと思います。はい。